こんにちは。7月1日金曜日、嘘でしょ？もう金曜日の時間です。わー、本日はね、はい、なんとついに2人とも消えました。はい、私1人です。改めまして、パーソナリティの末永ゆりえです。本日も最後までよろしくお願いいたします。いや、今日はね、1人かと思いきや、なんと本当に素敵な、私が今一番お会いしたかった方をちょっとゲストさんにお招きしまして、なんといらしてくださったので、後ほどご登場いただきます。ぜひぜひ、はい、皆さん楽しみにされていてください。はい、なんか今日から7月ですけど、梅雨どこ行ったんだっていう感じですよね。ね、なんか梅雨あったっていう、多分この番組でも結構初期の頃に梅雨時に聴きたいベストソング、かっこいい末永チョイスみたいなの特集で私のコーナーでやったと思うんですけど、そんな梅雨ソング聴く間もなく開けてしまってね、本当真夏日みたいに今日暑いんで、皆様水分しっかりとって、熱中症にならないようにお気をつけくださいね。ではね、今日はゲストさんのお話たくさん聞きたいので、もうすぐ行きます。すぐやります。はい、はい、コロナ対策についてです。演者スタッフの検温を行っています。換気50分に1回行っています。番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒しています。除菌機器を導入しています。トレールフレッシュ、鳥越アズーリ FM のスタジオには窓があります。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があるとは思いますが、どうぞご理解ください。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、こちらでは番組応援の会、会員様募集中でございます。鳥越アズーリ FM のこの番組が好きという方に朗報です。番組の番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学やテレビ電話出演など、あなたも番組に参加することができます。詳しくはホームページよりご覧ください。よろしくお願いします。そしてですね、番組へのご質問、ご感想、何でも結構でございます。もう何でもお待ちしておりますので、アットマークアズパン FM、 こちらまでどうぞお寄せください。でいただいたお手紙は、こちら番組の生放送中にすべて読み上げさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、どうしよう、すっごい飛ばしてきちゃいましたね。このオープニングの曲が流れてる間に全部のこの工程終わったの史上初ですね。ね、いつも長々とね、こうね、フリートークが あるんですけど、いや今日はね、たくさんもう1分1秒でもお話聞きたいので、めちゃくちゃ飛ばしちゃった。ねえ、まあ、じゃあ早速 CM の提供いきますかね。はい、こちらの番組、たくさんの提供をしていただいております。どうぞ。この番組は梨畑より心を込めての遠山園、彩り豊かな生活をエヴァン太夫、千葉に来たらハピソンでしょうの及川さん、並びに田中さんの提供でお送りいたします。はい、ありがとうございます。いつもね、提供してくださってありがとうございます。はい、ツイッターにコメントいただきました。ありがとうございます。はい、お、はい、たまみさんからいただきました。ありがとうございます。ゆりえさん、一人で MC 頑張って、頑張る、ありがとうございます。いや、嬉しいですね、ありがとうございます。本当普段ね、まあ、台本のない行き当たりばったり番組なのでね、こんな風になんか
していくのね、ちょっと久しぶりなので私もすごく緊張しているんですけれども、それを上回るぐらいちょっと楽しみなので、皆さんもぜひ楽しんでゆるりと見ていただけたら嬉しいです。はい、それでは早速ゲストさんお呼びしちゃいましょうかね。ちょっと早いけどもういいかな。はい、それではゲストさんにご登場いただきます。いいかな。神保町パサージュオールレビューの代表取締役社長で、ゆい六郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、どうぞ。よろしくお願いします。いや、じゃあ失礼します。はい、どうぞ。はい、はい、それでは改めてご紹介させていただきます。神保町パサージュのお店書店ですねと、オールレビューズの代表取締役社長をされていますゆい六郎さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、どうですか。どうですかってちょっと雑な、末永さんがこう構成までしっかりされてるのを見て衝撃を受けました。すごいなと。いえいえいえ、なんかでもラジオとか割と、はい、メディアの方すごく多数出演されておりますね。最近ですね、はい、日経のラジオとか、はい、あと、うん、この前 NHK の、首都圏ネットワークさんにも出演させていただきました。わ、もう緊張でもう何言ってるか分かんないぐらいでしたけど、まあ、あれはもう編集が素晴らしかったので、そうなんです、ありがたい限りですね。はい、こちらのこの番組はね、生放送で編集も何もなくアーカイブに残るので、はい、しっかり本当申し訳ないんですけど、はい、しっかりやろうと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい。いや、もう私そのずっとお会いしたかったっていうね、お話ちょっと冒頭でさせていただいたんですけども、その神保町をね、結構この番組始まってからもう何回も、自分のコーナーがあるんですけどお話しさせていただいてて、そう、神保町大好きで。ありがとうございます。すごい素晴らしいですね。大好きなんですよ。はい、もうこう古書店巡りとかして好きなその日の一冊とか、まあ、一冊で終わらないんですけど何か買って帰るのが好きでっていう話をしてて、でしばらくコロナ禍の時結構お店ってね、どこも閉められてましたよね。そうですね、うん、そうですね、思い返せばそうですね。うん、そうなので行ってもね、なんか、うん、やっぱりずっと結構他のお店が開き出してもやっぱりああいうこうちょっとなんだろうな、密になりやすいっていうことみたいなんですけど、うんうん、割とずっと閉じられているお店が多くて、すごくちょっと寂しくて神保町になかなか行かない期間があったんですよね。うんうん、はい、そうで今年に入って久しぶりにこうちょっとフラフラっと行ってみて、そこでその神保町パサージュっていう書店を発見し、最初その外観からおしゃれで、あ、なんかおしゃれなカフェできたんだみたいな感じに思ってて、入ったら本がバーって あって、でただのね書店じゃないんですよ。まあ、これからお話ししていただくんですけれども、そのコンセプトに私はもう胸を貫かれてやられまして、これはぜひもうなんかお話たくさん聞きたいって思って、なので本当にいらしていただいて嬉しいです。いえいえ、こちらこそ。はい、でなんかこう多分いろいろな媒体でお話しされていると思うんですけど、はい、今一度その神保町パサージュというそのお店についてちょっと教えていただいてもいいですか。はい、ですね、2022年今年の3月1日に、はい、神田神保町の、はい、すずらん通り、神保町駅の A の7出口から徒歩1分の、場所にオープンした共同型の書店です。はい、うん、はい、で共同型の書店というのは、はい、本棚がいっぱい並んでいる、うん、先ほどおっしゃっていただいたようなこうおしゃれな外観と内観の、はい、作ってる最中ケーキ屋さんができるんじゃないかっていう近所の噂だったんですけど確かにケーキ屋さんっぽい、はい、
まあ、最終的にはあの本屋さんを作りましてそれで、一棚一棚本棚がずらーっと、店内に並んでるんですけど、その一棚一棚に、店主がいる。で店主は、家賃を払って自分の好きな本を売っていられていて、うん、はい、我々販売をやって、売れた金額の、9割を、その店主に戻すという形の、本屋さんが、個人の本屋さん、個人法人の本屋さんが連なっているという、共同型の書店となります。はい、素敵ですね。で、あ、そうですね、外観でいうと、店名のパサージュっていうところが、元になっていて、内観もそうなんですけれど、フランスにですねパサージュっていう、こういわゆるこうアーケード街があるんですけれど、はいはい、そこをモチーフにしていて、パサージュって日本のアーケード街ってちょっとあのなんかしこうなんとなくこう、うん、うんって感じはするかもしれないですけど、パリのパサージュって非常にこうシックで、上に光天井がついていて、それで、いろんなお店が入ってるんですね。例えばこう古本屋さんとか、あとは香水屋さんとか、いろんなお店が入っているようなアーケード街でして、かつて重工かつていっぱいこうパリの中にできていたんですけれど、それがこう一度こう没落して、だがそうですね、あらゆるお店が入っていたからこう地権がもう複雑になって潰れずに残っていたと。で、最近になってすごく、まあまあ、すごいいいおしゃれ感が漂ってきて、今パリは結構パサージュというとすごくおしゃれな感じになっておると。そのパサージュをいろいろこうパリに30、まあ、何十個もあるんですけれど、そこのをモチーフにお店を作ったという感じですね。はい、ちょっとお写真をねいただいているので、はい、出ますかね。うん、あ、そうそう、本当ね、パッと見ちょっとなんかパン屋さんかケーキ屋さんのなんか雰囲気を漂わせてるぐらいおしゃれでね、すごいな。これでちなみにフランスのなんかパサージュとか出たりします？うん、なんか、うん、はい、分かりました。ね、でも確かに私もそのフランスすごく好きで、あの。フランスのねパサージュってちょっとなんだろう、老舗のなんかこう なんて言うんだろう、レトロでモダンでみたいな、すごいおしゃれで素敵ですよね。そうですね、そこの特にギャラリービビエンヌ、ギャラリービビエンヌかなっていう、パサージュを参考にしていて、まあ、パサージュパリとか調べると、はい、画像がすごいかっこいい画像がいっぱい出てくるので、ぜひ検索をされてみるとパサージュがわかると思います。なんかこう、はい、アーチになっていて、うんうんうん、ね、こうなっているので、その内装もちょっとこう見てみると、内装もやっぱりね、はい、アーチ型になっている書家とかがあって、はい、そうですね、うん、あのここがなぜパサージュかというと、うん、プロデューサーとしてですね、仏文学者の鹿島茂さんが、はい、このパサージュのプロデュースをしておりまして、はい、鹿島さんは、神田神保町書市外交という本を、書いていたり、仏文学者なので、うん、パリのパサージュという本を、書かれていたり、でそのパリのパサージュを全てこう写真に自分で収めて、一つ一つ、その由来、うん、などを、説明している本も書いていらっしゃって、彼のこうプロデュースで、はい、この内観外観ができてきたって感じですね。彼がイメージソースです。はい、素敵。やっぱソージュね、ちょっとフランスの元になったっていう、あ、そうですね、あのおしゃれですね。はい、光天井といって上が、ガラスだったりしていて、太陽光を、うん、こう入れていると、うんうん、で電球が、まあ、連なっているものもあったりとか、うん、とても昼間は上が白くてこう通りが電球色でっていう、で夜は上が全く暗くなるんですけれど、電球色だけがこう連なっているような不思議な空間ですね。素敵、素敵、うん、いや、あ、確かにそうですよね。うん、そのなんか最初の、はい、構想というか、うんうんうん、あのじゃあこういうパサージュというその共同書店というものを店舗として構えようっていう構想から、うんうん、具体的にあの
お店を開店するまで、うんうんうん、大体どのぐらいの月日とか。それで言うと4ヶ月ぐらいでバーッと作ったんですけど、古くで言うと、はい、鹿島茂さんが、ずっと大学の先生をしていたんですけれど、はい、先生ってこう引退すると研究室にある本を大量にこう放出しなくちゃいけないんですけれど、はい、これがまたこう放出売り先っていうのがなかなか見つからなかったり、研究室って結構広いのでそこに置いてある本を一気にこう処分しなくちゃいけなかったりするんですけれど、ここでこう結構体系的に集めてた研究書っていうのが一気に放出されちゃう、散逸しちゃうことが多かったんですね。それで彼はずっとこう先生たちの共同型の書庫、本をこう保存する場所を作りたいという、こうずっと構想があって、はい、彼といっても実はあの鹿島茂さんが私の父でして、私あの、はい、ゆいろくろうと申し上げてますが、鹿島ゆいと、申しまして、うちの父と仕事するときはあのこういうペンネーム的な感じでやってるんですけど、うちの父の構想がベースにあり、それで僕は、5年ぐらい前からオールレビューズという書評アーカイブサイトを、はい、作って運営しているんですけれど、ここで言うとこうコワーキングスペースをずっと 2,3 年前から作りたいなと考えていて、彼の共同型の書庫を作りたいっていう、こう要望と僕のコワーキングスペースが作りたいっていう要望がマッチして、かつそれでずっとこう神保町の物件を僕はひたすら見ていて、でようやくこうポッと出てこれがチャンスだと思い、はい、で書店を最初はやろうと全然実は思ってなくて、はい、で、まあ、とりあえず物件が出たからもうすぐ押さえて、でいろいろこう彼とうちの父と壁打ちをしている最中に、まあ、書店をやろうと、はい、これベースとなったのが下北沢の同じような、はい、ですね、共同型の書店のブックショップトラベラーさんというお店がありまして、はいはい、ここも非常に面白い共同型のシェア型書店とか、ここは結構昔からやられていて、ここにですねオールレビューズとして棚を、その去年の初めぐらいから借りているんですけど、そこでの経験とか含めて、じゃあこう神保町のせっかくいいところに借りれたんで、コワーキングスペースというかよりもまあ書店やっちゃえばいいじゃないかということで、共同型の書店っていうのと、コワーキングスペースっていうのを混ぜたような書店ですね、今そういう空間をどんどん練り上げていったって感じですね。はい、なるほど。ちょっと今ちらっと出していただいたあのオールレビューズというね、今先ほどお話ししてくださっていた出るかな、あこちらですね。いや私この会員になりたいなってずっと思ってて、あの会員にね、友の会っていうね、はい、あのファンクラブというか入ると、あのいろいろなその 先ほどあの鹿島茂さんと、あの豊崎さん、ね、そうですね、豊崎由美さんという、はい、豊崎由美さんとの、はい、その番組をこういろいろな書評だったり、その一冊の本に関してのお話対談とかをこうゲストさんもね変わったりとかもして、はい、そういうのを見られるっていう、うん、いいですよね。もう書評をひたすら集めるみたいな、うん、ウェブサイト、かなりマニアックなウェブサイトなんですけど、5年ほど前から、はい、作りまして、はい、でそこのこうファンクラブという、書評のウェブサイトのファンクラブというかなりマニアックなこうファンクラブなんですけれど、そうですね、月に2回この書評が好きな人って、まあもちろん本が好きだったりするんですけれど、本ってまあ大きく分けて2種類あって、フィクションとノンフィクション。フィクションっていうのは小説ですね、ノンフィクションっていうのはまあビジネス書だったりするんですけれど、このフィクション部門を豊崎由美さんがメイン MC で担当いただいて、ゲストを、彼女の選ぶゲストをお招きして、今月読むべき本っていうのを紹介すると。でこっちのノンフィクションの方ですね、ノンフィクションの方は鹿島茂さんが MC となって、ノンフィクションの本を紹介するというものになります。これが月に、はい、1回ずつ見れるというファンクラブになります。であとはそうですね、あのファンクラブなので集まりがたまにあったりとか、そういう形でマニアックにやっておりますって感じですね。うん、はい、素敵。い
いや、いいですよね。そう、ゲストはもうそうそうたるもので、はい、もう本当にいつもありがたい限りですね。今日も実はこの後放送があったりするんですけど。あ、そうなんですね。はい、生放送なんですか。そうですね、あの会員の方向けに生放送をしてます、はい、僕はもう導入だけなので、うん、あの全然いつも噛みながら導入をしてますガチガチになりながら、はい、だから末永さんすごいなと思いながらこう いや見てました、はい、すごいな。へえ、じゃあなんかちょっともうずっと話してたいですね、うん、本当にずっと話聞いてたいんですけど、今日ちょっとあのお好きな音楽一曲お選びいただいて ありがとうございます、はい、もしよろしければ歌紹介などしていただけたら、はい、ですね、日食夏子さんの Vapor っていう曲ですね、はい、あのこの方非常にこう歌詞がもうビビッドで、うん、僕はよくこう、まあ、本も読むんですけど、そんな中でも素晴らしい歌詞を書かれる方で、まあ、メロディーもすごく良くて、はい、とても切ない歌なので、なんかこう今日この場所で選ぶのはちょっとはばかられたんですが、はい、ぜひ聴いていただければと。はい、それでは聞いてください。日食夏子さんでベイパーどうぞ。日食夏子さんでベイパーでした。素敵な曲。今ちょっとあの音楽がかかっている間にちょっとお話ししていたんですけど、すごい一番好きな詩が一緒だったっていうことでちょっと嬉しかったです。いいですね。いい歌詞だな。いや、でここでですね、普通にさらっとやってきたんですけど、あの実はこの番組2人、はい、あのまた MC がいまして、ちょっとその、MC の2人から動画が届いているということで、ちょっとお付き合いいただいてもよろしいですか、はい、すみません出ますかね。はい、それではどうぞ。ゆりえちゃん、夏は好きですか。ゆりえちゃんの
夏がどういうところが好きか視聴者に教えてあげてください。以上、現場からでした。それではスタジオにお返しします。どうぞ。じゃあもう一人からも見てみましょうかね。はい、出ますかね。はい、じゃあ、はい、お願いします。いやね、親父がね結構古本屋好きで、よくちっちゃい頃からね親父として古本屋巡ったりとかしてたんですけど、当然そうなると神田の神保町の古本屋街に連れてったりしてもらったりとかして、餃子屋さんよく行きました。なくなっちゃったんですよね、餃子屋さんね。もう確かコロナかなんかで潰れましたよね。そうですよね。いやーね、餃子しか売ってないんですよね。美味しかったな。古本屋とかでこう古本を買って、その読んでると途中に押し花とか入ってたり、昔のしおりが入ってたりすることがあるじゃないですか。ああいうのがね、またね新たなこの本そのもの以外のエピソードを作ってくれるっていうのがね、また古本の魅力なんじゃねえかななんて思ったりもしますけどね。いや、ちょっと待って、で終わるっていうね。ちょっといろいろツッコミどころあるんですけど、お手紙いただいたので読まさせていただきます。たまみさんからいただきました。ありがとうございます。神保町パサージュの外観はおされざますね。あと天守を天使と聞き間違えて、本棚に天使がいるのとありえない想像をしてしまいました。いやでも間違ってないです。あの空間はまさしく天使がいるように私は思います。すごい素敵な空間で、はい。で、2人の動画なんですけど、そうだ、あれで言うとね、はい、押し花とかの話非常に良くて、はい、我々で言うとこう普通の古本屋さんって書き込みとか、はい、あとは付箋とかって、敬遠されがちなんですけれど、はい、我々で言うとこう棚主の個性と捉え、はい、でかつこの棚主の、読書の時の視線を再体験できるっていうことで、はい、書き込みとか付箋とかを大歓迎してるんですね、はい、それで、翻訳家の方の、棚があったりとか、はい、あるいは書評家、学者の、棚があったりとかで、彼らの書き込みとか付箋とか、コメントとかそういったものがある本が逆に並んでいて、普通の、はい、古本屋さんではなかなか並ばないような本が並んでいたりとか、逆にそれを売るのを推奨しているという不思議なこう本屋さんになるので、先ほどの動画のコメントはもうまさに、はい、ありがたいなという感じでした。よかった。そうなんですよね。私もびっくりして、普通あまりない概念みたいなね、うんうん、感じで、たまに古本屋さんとかで昔のこの署名入りとか、うんうん、そのちょっとねそういうことはあっても、なかなか書き込んでる実際のものをっていうのってあんまりなかったりするじゃないですか、うん、そうですね、うん、いわゆる痕跡本というふうに言われるものではあるんですけど、うんうん、例えば我々で言うとこう作家の方、芥川賞作家の方とかも多数こう棚を持っていただいてるんですけど、彼らの付箋とか書き込みとか見れたりとか、うん、作家の視点ってこうなんだっていうのがよくわかるような本がいっぱい並んでいたりとかして、うん、なかなかこうそういうの逆にそういうのばっかりだったりするので、すごくすごい付加価値とかがすごいですよね、うん、そうですね。翻訳者の方のそういう書き込みとかも非常に興味深いというか、うん、なのでいろんな見方がこうできる本屋さんなのかなと、あるいはそれぞれの棚主の方が本の見どころをこう紹介したポップというか、はい、コメント付きで、いろいろ本を並べていただいていたり、それぞれの棚主の方の棚主っていうのはごめんなさいね、店長さん、店主のこと、はい、棚の店主のことを棚主というふうに僕らは呼んでるんですけれど、はい、棚主の方のこう個性がもう爆発していて、しかも彼らがどうしても他の人に読んでもらいたいっていう本が並んでいて、うん、ひたすらこう愛が炸裂する素晴らしい空間となっているなと、僕はこう運営者としてそれをこうこうすごいなと思いながらこう日々過ごしております、はい、素敵。いやなんか
自分のその実際の、まあ、お客視点でちょっとあの話させていただくと、その、前にも自分のコーナーであの紹介した本があるんですけど、で私その翻訳されている柴田元幸さんすごく好きで、柴田元幸さんの、 あの訳される、作品ってもうどれも素晴らしくて、でなんかあこれいいこれいい、あまた柴田さんだみたいな、そう、それで知って、であのやっぱ文体だったりとか本当に興味が あって、でその柴田元幸さんのね、あのコーナーというかあの書店というか、うん、棚があるんですよね、はい、うん、そうパサージュにあって、はい、あれはエポックメイキングだなと僕も思いましたね。ですよね、はい、あの彼の辞書とか、うん、翻訳に使った辞書とか、うん、あの 訳したこう、いやこうですか、原書、うんうん、英文の原書とか、あるいはこう、はい、書かれたものとかコメント付きでこう置かれていたりとか、うん、さらに彼の場合は、モンキー基金という不思議な形態をとっていて、はい、モンキーっていう雑誌を柴田先生はあの主催されているんですけど、はい、でそこの、まあ、そこからとってモンキーなんですが、柴田さんの、棚の本が売れるとモンキー基金としてどんどんこう貯められていって、でいくらか貯まると翻訳者の方をお招きした、翻訳関係のイベントにこの使うという不思議な棚でして、なんかこうますます日本のこの翻訳業界にが発展すればこう素晴らしいと多分考えられていらっしゃるのかなということで、もうすごいいい棚だなと思います。本当にあれは素晴らしい、まさか参加してくれるとは思わなかったんですけど、いやすごいですよね、原則そうですね、あのオールレビューズに、参加参画いただいている商標家とか学者の方、翻訳者の方に、パサージュのベースを作っていただいていて、それで、作家とか翻訳者とか学者の方がこう結構多く参加されているのがパサージュなんですけれど、まあそれでもすごいことだな、すごいことですよね、ぜひぜひ本当ですよね、もうこれは本当本好きで、うん、その作家さんだったり翻訳家さんだったりのファンで読んでる身としてはこんなねえっていう、いいかいってこんなのが勝っていいんですかみたいな、勝っていいんですかって本当に素敵ですよね。そうそう、そこがまた他のその書店さんとはなかなかちょっと違う、うん、一線画すちょっとかなりのね強みというか、そうですね、びっくりしますね、あの翻訳者の方も結構多いんですけど、それのこうここをこうするみたいなのが結構書いてあったりとか、で日々こうあの亡くなったら補充をしにこう郵送なり直接お持ち込みいただいたりしてるんですけれど、日々足りなくなったらこう持ってきてくれるので、毎日顔が変わる本屋さんになってます。あ、はい、素晴らしい、素敵だね、本当だね。このあとじゃあ末永もあの私も選曲しましたので曲は大丈夫そうですかね、はい、こちらも本当あの歌詞とあと寺尾さん、あの言いそうになっちゃった今あのお声がすごく素敵で、あので今月じゃないか先月最新作のアルバムが出て、それもすごく素晴らしいのでぜひ聴いていただきたい一曲選びました。それでは聴いてください、寺尾佐穂さんで僕の片割れ。忘れようとしてたことを誰かがふわり救って、ほらほらこれはあの日の。Thank you.
ただきました、寺尾紗穂さんで僕の片割れでした。ね、このアルバムもすごく素敵なのでぜひ聴いてみてください。はい、というわけでですね、もう本当先ほどからなんかいろいろなそのコンセプトだったり、あの企画というかね、なんか多岐にわたってされてるので、本当いや私本当棚買いたいですって あれですね、なんかこう、はい、番組単位とかこう、はい、法人単位でも行けるので、例えばそこでこう、うんうん、自分たちがこうスタッフさん含めて、はい、あの自分の好きな本を置くっていうので全然できるので、もしよかったら、最近神田神保町っていうところが開放されて、はい、今まだ残ってるところがあるので、お棚がまだ空き地、はい、空き地というか、う、ね、空き家があると、はいはい、ほぼほぼこうベーシックな目線のところは埋まっちゃってるんですけど、うん、神保町まだ意外とね、うん、あのっていうと、あの棚にですね一個一個通り名が実在する、はい、作家パリにある、フランスですね、フランスにある、フランスってこう一個一個通りの名前が、まあ、結構複雑にあるんですけれど、はい、作家の、名前がついているところもあって、はい、アサージュは、の本棚には一個一個通りの名前がついていまして、例えば、ジョルジュサンド通りとかで、棚の番号が1番地2番地3番地4番地とかいろいろあって、棚主の方はこうジョルジュサンド通りの例えば2番地っていう、こう自分の住所が持てたりするんですけれど、で最近それとはちょっと一個コンセプトを隠するんですけど、はい、神田神保町書士街という棚を開放しまして、はい、そこはもう結構目線が結構いいところが残ってるんで、もしよかったら番組単位とかでもぜひぜひぜひお待ちしてます。わー、いいな。でもしそのわ書店を開きたい、書店を開きたいってその本棚の棚主になりたいって、うん、でもちょっとそこまではなんかこう、はいはいはい、どうしようかなって思ってる場合は、そうですね、はい、ちょうど最近一昨日ぐらいからなんですけれど、はい、ブックドネーションっていう取り組みを、パサージュで始めまして、はい、どなたでも自分のこう売りたい本っていうのを、まあ、ドネーションなので寄付になるんですけれど、はい、例えば自分がこう手放したいんですが古本屋に持っていくと20円とか10円とか言われちゃう本、うん、で捨てるのももったいないし、ただこう誰かには読んでもらいたいなみたいな本をパサージュにお持ち込みいただいて、自分で根付くをしていただいてパサージュに置いていただくと、パサージュでそれを売るので、でその売れた金額の9割を特定のこう団体に寄付できるという仕組みで、今第1期は一般社団法人の AIM 研究所という、猫のですね、人望じゃ猫の腎臓病を治す研究をされている、団体に寄付をしようと。なので、まあ、あの猫を救いたいと、ただそして、本も売りたいという方はぜひこうドネーション、ブックドネーションに協力をいただけると一挙両得というか。わあ、素敵。お好きな本をパサージュ1冊持って、ドネーションお願いしますというふうに言っていただければ、はい、それをパサージュに並べますので、ぜひぜひ、はい、素敵ですね、持っていきます。ぜひありがとうございます。でこう自分でコメントとか、書いていただいたのもその場で、まあ、貼っといていただいてもそのまま全然売れますし、価格付けはあの自由にしていただいて問題ないんで、はい、お手に取りやすい、まあ、200円とかでも全然構いませんし、うんうん、それが売れると、9割、まあ、180円をこの団体にその寄付できたりするので、定期的にその寄付先は変えるんですけれど、はいはい、本を通して、何かこう社会貢献などができるといいなと思いました。そういう取り組みも始めました、はい、素敵。そうなんですね。なんかあれですね、あのその先ほどちょっとお話しいただいたオールレビューズだと、その電子媒体で、過去の書評だったりとかが見られるっていう、すごく新しい試みもありつつ、その紙の媒体もあの捨て去らないというか、すごく長く大切にしていこうっていう、しっかり見ていただいて、そうですね、
オールレビューズのコンセプトで言うと、明治以降に発表された全ての書評を公開するして電子オンラインで公開していくっていう取り組みになりまして、まあちょっと明治以降というのは大げさなんですけれど、例えばこう過去の雑誌とかに、新聞は割とオンラインで、デジタルで残っていたりするんですけど、雑誌に発表された書評って大抵こう埋もれちゃうんですよね、オンラインに載らないことが多いので、そういうのを我々は、国会図書館とかに行ってこう発掘をしてきて、コピーを取って PDF にして、OCR っていうんですけど、それを全部テキストで起こして、でかつ、構成といって文字の間違いのチェックを、して、でそれでこう記事にして公開をするということをしてるんですけれど、でこの書評から、その特定の書評というのは、まあ、ブックレビューというか、本のいいところ、うん、悪いところを含めてどういうこう視点で優れているかということを述べるものになるんですけれど、この書評から本が、Amazon とか、紀伊国屋さんとかを経由して本が売れると、中古であれ新刊であれ、そのうちの 3% を、書評家さんに戻すと。なので書評家さんも、自分の過去の、埋もれていた書評から本が売れて嬉しいし、本屋さんも嬉しいし、それを見ていただいている、ユーザーの方も書評が無制限に読めて嬉しいという、そういう三方よしのウェブサイトになります。素晴らしいですね。本当もう大変な、ね、作業だと思うんですけど、その文字起こして文字やらね、お職をちょっとこう見て、最初はずっとそれを僕が一人やってたんですけど、だいたい最近もあの一度ボランティアの方をこうどうしても立ち行かなくなって、募集してみたところ、はい、鹿島さんのこう記事に対して、1人3人ぐらいでいいんで、構成のボランティアをっていう呼びかけをツイッターでしたところ、それに対してこう100人ぐらいの応募があって、僕はもう構成ってすごく苦手だったんですけど、まあやりたい人はこんなにいるんだなと、構成ということで、最近はあのボランティアベースで、組織だってこの書評の収集をしている感じですね。すごいですね。もうなんか、なんだろう、本当ありがたいですね。もう本当に本当ありがたい。なんか本当大変な作業であろうし、労力もとてもあるでしょうし、だけどその分ね、こうなんかこう笑顔になる人も絶対に多いでしょうし、素敵な試みだな。もう皆さんのおかげです。この 本好きの愛の方向性、ベクトルを多少こう調整するとすごくみんながハッピーになったなみたいな感じなんで、うんうん、まあ、パサージ3ヶ月続いたので、はい、次の目標は3年ということで、うわ素晴らしい、まあ、3年続けられたらな、続けない、その次は300年かなって思いますね。300年、はい、300年続けましょう、はい、本当にね。いやそうですか。なんかここまでね、いろいろお店のことだったりっていうことをお聞きしたんですけど、他であまりお話になられたかわからないですけど、ちょっとパーソナルなことで、うんうん、さっきの動画でこう夏好きですかみたいな質問あったんですけど、夏おすすめの、個人的なお話でいいんですけど、はい、夏おすすめの、あこの本夏になったら読みたいなみたいなもの、なんかゆいさんあったりします？僕2冊あって、まずは村上春樹さんの海辺のカフカですね。 あれはこう中高生の時に冒険にこう出たくなるような、あとは、夏への扉っていう、SF ですね。この2作が非常に夏にこう読むべき本かなと思います。はい、夏への扉いいですよね。大好きです。表紙もね、猫ちゃんで可愛いです。猫ちゃんで可愛いですね。あ、それは確かにまた読みたくなったら、うん、なんかそう1年前、あ、去年の夏だったかなに すごい読みたい欲になって、うん、急に久しぶりに、でもなんか実写化されたんですよね、その後に、うんうんうん、そうそうそう、あ、そうですね、確か、うん、はい、実写化されて、なんかちょっと天の尺なんで、あ、なんか実写化されたらなんかそれに合わせて読んだの嫌だなみたいな感じで、なんかちょっとそのままになったんですけど、ちょっとまた再読したいなって思いますね。いや
なんか私夏、結論から言うととても苦手なんですけど、夏っていうものは。ただ個人的にはなんか文学ってよく読書の秋なんて言いますけど、なんか夏になると本読みたくなるんですよね。夏ですね。夏の休みのこう夜、うんうん、こうひたすら読んでた気がしますね。誰にも邪魔されない青春期にしかない時間って、夏の夜だと思います。それがもう文学の本質かなと僕は思いますね。素晴らしい、うん、まさにそうですね。ちなみに今の気分でこの一冊、忘れられない一冊ってあったりしますか？今の気分で、うん、なんか全体として言ったら絶対難しい質問なんで、なんか今の気分っていう枕がある上で、なんかめちゃくちゃフィクションじゃなくて、今の気分ね、どうしようかなごめんなさい、必ず推してるのは夏とかものすごく関係なく、サピエンス全史とか、あとは10病原体鉄とか、はい、全然夏関係なくすいません全然すいませんすいません、ちょっと困らせた人ねえ、もうちょっとあっという間でした。本当にありがとうございました。いやー、あっという間、どうですか今日来ていただいて。なんかいや、もうありがたい限りです。いや、ぜひ本当に 本が好きでいらっしゃるんだなというのが、すごくありがたいですし、はい、ぜひ、はい、もっと来て皆さんにも紹介いただいて本当にありがたい限りですね、はい、もしよろしければまたぜひいらしてください。棚を作ってください。はい、まず棚主になりたいし、オールレビューズの会員にもなりたいなんて、いっぱいやりたいことが増えましたはい、それでは本当に本日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本当に素晴らしい時間でした。ありがとうございます。それで改めて本日のゲストは、神保町パサージュオールレビューズより結衣六郎さんに来ていただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。素晴らしい明日のため